9月3日土曜日、 FC 琉球のホームゲームが行われたタピック建総ヒアゴンスタジアム。台風の影響で強い雨と風にもかかわらず、600名以上の熱いファン、サポーターが応援に駆けつけました。今日の試合は勝ちます。絶対勝ちます。ダニーカルバール毎回来てます。マコちゃんと一緒に、それが、それが楽しみなんです。今日ね、怪我しないでね、頑張ってほしいです。もうチームを応援するために台風にも負けず来ました。琉球はケルビン選手と出場停止明けのスレイ選手が先発、怪我から復帰の草野選手がベンチ入り、最下位脱出を狙います。はい、サイ、estoy muy, muy contento de estar aquí de...ハイサイ、ジョン・カビラです。ウォッター進化 FC 琉球、 FC 琉球はウチナーの進化、みんなが一つになって Wind of the 琉球、琉球の風を起こしましょう。 FC 琉球進化 TV。Where the kick off, where the kick off, 投げるパス会場を弱、 Where the kick off, where the kick off, 天からの誇り高く琉球、 Looking for a reason for evolution, 書き出し繋げる勝利へのビジョン、 We gonna do, we gonna do, are you ready now? I'm ready now, fantasy. On the pitch. 勝利すれば3月以来の最下位脱出の可能性がある琉球。是が非でも勝ちたい試合です。画面右から左へ攻める白のユニフォーム秋田、風上を生かし大きくボールを蹴り込みます。強風で大きく変化するボール、観客もどよめいたその直後でした。コーナーキックで琉球のニアが開くことを調べていた秋田、狙い通りのセットプレーで先制されてしまいます。エンドが変わった後半、風上の琉球が攻勢に立ちます。さらに草野選手が5月以来のピッチへ、ゴールを狙います。71分フリーキックのチャンス、再三秋田ゴールに迫る琉球、最後の最後、ゴールを割ることができません。後半、9本のコーナーキックを獲得するも、結局得点できず。秋田の強い気持ちに屈した痛い敗戦となってしまいました。いや、これは頭でいくべきですね。足じゃなくて頭でいくべきでしたし、あそこはまあ、俺であったら決めて当たり前だったので、そこはやっぱり決めないといけないところでした、そこは僕の価値が問われると思います。今日1点負けましたけど、だからってなんかやることは変えずに、残りの試合、勝ちに行く気持ちで、チーム全体が残念するんだという気持ちを持ちながら、試合だけじゃなくて、練習から、ね、取り組んでいかないと、試合でできないと思います。まだ真ん中ボール、水が溜まってたんで動かなかったですけど、あ、なるほど。まあ、サイドは
問題なくというか動かせられたんで、まあ、今だったらサイド展開してクロス上げるっていうのが、まあ、もう少しできたかなと思います。まあ、そうすると目標は4勝、それも早く4勝するっていうのはナーチョもずっと言ってることですし、まあ、それはもちろんありますけど、まあ、1試合1試合こうしっかり戦って勝ち点3取れればだいぶ大きいと思うんで、まあ、本当に1試合1試合かなと思います。 Bueno, todo lo que se ha trabajado durante la semana para llevar a cabo en este partido no valió para nada. Hoy era otro escenario, por el aire, por el agua en el campo, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, creo que si a alguien le beneficiaba jugar ese tipo de partido era Kita, por su forma de jugar, de juego directo, futbolistas con mucho poderío físico. Y entonces, pues bueno, yo creo que hoy no debería haber jugado, no se hubiera disputado este partido, pero yo no soy el que mando. Entonces, si nos hacen y nos obligan a jugar, pues ya está, no pasa nada. Pero es una pena porque creo que hemos hecho cosas para ganar un partido de sobra. Vuelvo a repetir, la semana pasada lo mismo, tenemos otras 3-4 ocasiones clarísimas de gol para ganar y no las metemos. Entonces, pues bueno, es normal. Y encima si encajas una, la única que tiene el rival, pues es normal que pierdas. 残留争いをする4チームの勝ち点差は2。琉球は残り8試合で4勝を目指します。次のホームゲームは9月18日日曜日夕方6時半キックオフ、読谷村民デー。読谷村にお住まいお勤めの方は無料で観戦できます。事前申し込みが必要です。一緒に応援しましょう。Off the pitch. 7月に FC 琉球に加入したアレックス・バレラ選手、スペイン出身の31歳、190センチ、中盤のポジションを務めます。Bien, la verdad que noté un muy buen equipo, con ganas de hacerlo bien y con ganas de sacar esta situación adelante, así que muy, muy contento de estar aquí y de intentar ayudar en lo que yo pueda. Bueno, un medio centro que puedo jugar en cualquier parte del centro del campo y creo que tengo un buen toque de balón, buen manejo de balón y luego pues puedo ayudar al equipo también en el juego aéreo, así que bueno, creo que a su vez voy a intentar de hacer buenas cualidades aquí y ayudar al equipo. Hi. Bueno, estoy muy, muy contento de estar aquí, de poder estar en este gran club, en esta isla, y con muchas ganas de ayudar al equipo y de hacer que se cumplan los objetivos. Season は残り8試合。新たなシンカーに期待です。琉球2年目のディフェンダー、村瀬祐介選手が。JFL の FC 丸安岡崎に期限付き移籍が決まりました。村瀬選手、ちばりよ。グーナ一台待てろ、 FC 琉球ミニミニキックターゲット県内1万台以上の中古車情報が検索できるグーネット沖縄を使い、選手が選んだ車を当てるゲームです。挑戦するのは田中圭太選手、富所優選手が選ぶ車を当てていただきます。僕が選んだ車はレクサス RX です。田中選手はミニキックターゲットに挑戦し、打ち抜いたターゲットのヒントを獲得できます。田中選手、自信はありますか？いや、4枚ぐらいは。頑張ってください。ミニミニキックターゲット、よーいスタート。お、頑張れ。うわー、下手だねあれ、やばいやばい、下手だね、やばいやばいやばい頑張れ、うわ、ひどい、やばいやばい、あれ、残り20秒、お、1枚いった、やばい、頑張れ、お、惜しい、やばいじゃん、マジで当たってはいる、お、来た来た、頑張れ、ひどい残り10秒、
7、8、7、難しいの6、5、4、やっと足出た今の2、1、終了。4、4、耐えた耐えた、危ねえ危ねえ、4って言っといてよかった。走行距離は7万キロ以内、価格は500万円以下、空間定はありますか。あります。699件もあるわちょっとなんかちょうだい1個ね。ボディタイプじゃない SUV。 いやこれにします。富所選手が選んだ車はレクサス RX ですか。レクサス RX です。正解。同じの選んでるじゃんこれやっぱ車の話してるから。1万台以上の中古車情報を掲載、検索方法も豊富で、きっとあなたの理想の1台に出会います。グーネット沖縄で検索。今シーズンは残り8試合、大事なホームゲームが9月18日日曜行われます。夕方6時半キックオフ、沖縄市合わせのタピック喧騒ヒアゴンスタジアムに集まれ。小学生のみんなは夢パスの登録で無料で観戦できます。また1000円の追加でお好きな席への変更が可能です。詳しくは FC 琉球ホームページをチェック。最強で最強並びの愛情、地に足つけ空拝むテレポ、何気ない幸せに気づけるよ。大事なもん日々折り数えてこう、身に余るほどの大量の愛、染み渡る心へ街灯の価値、照らされた道たどる Straight to the light track 旅